Welcome to Dorstar. I'm Ramajin. Today we're gonna do a Japanese listening practice with Golden Takasan Sensei. Sheru, Pirokai. Let's go! Evangelion desu. Deren, Shinji-kun, kaite kudasai. Hajime. Shinji-kun. Chigau yo. 違うよ。放送できなくなるからね。あ、もう一回、ジンジン。シンジ君。エヴァンゲリオン。ジンジン。いやー、老人危険だな、危ないな。うん。人の顔をとりあえず描く。人の顔を描いて、シンジ君と言えれば、とりあえずシンジ君にはなりそうな気はするので、ね、なんだこれ。ジョウロ？うん。テラフォーマーズ？なんでオレンジで塗っちゃった？色がありませんか。なるほど。はい。3、2、1、終了。ピノグリ。はい。これはどのシーンのシンジ君ですか。これはエヴァンゲリオンに出ている、うん。なんか気合をしているシンジですね。気合をしているシンジ。進撃9かな。次の公開が楽しみですね。オランマジン。はい。これは、はい、ガンダムですか。彼のエヴァンジェリオンのは分かったです。はい、論外。ちなみにシンジ君はこんな感じ。完成です。我ながらちょっとムカつく感じの顔立ちになっちゃったんで、それは言動も出なくば帰れと言いますねってところで、シンジ君でした。エヴァンゲリオンです。デレン、エヴァ2号機ですよ。2号機書いてください。はじめ。その表情で描くの面白いな。なんでカーボーイの歌詞書いてんの。ってわけでもないのか。おお、ちゃんと2号機のカラーリングになってる。はい、3、2、1、終了。キノグリ。はい。これは何ですか。
なさっきのエヴァンゲリオンの2号機です。はい、そうエヴァンゲリオンの2号機って顔の真ん中に白い色が確か入ってたんで、これは完璧に2号機だと思います。素晴らしい。マッチ、はい、これは何ですか。彼は、うん、エヴァンゲリオンのクラギは、です。なんてあ、エヴァンゲリオンのニゴジです。ニゴジ、なるほど。はい、ホースウェスタンホース、うん、はい、いやーはいやー熱きな。タカさん質問です。はい、タカさん、はい、タカ先生です。ロマジンさんは大丈夫ですか。おそらく、多分、メイビー、うんうん、ちなみに2号機はこんな感じ。その感じ完成です。エヴァンゲリオンです。サケで書いてください。始め。わかったです。お、本当にサケエヴァリサキエルサキエル、サキエル、あの第1話、第1話の第1話、そうそう、だ、まあ、はい、順番的には第三使徒らしいんだけど、ペペン、そこそこ、はいはい、わかりますわかります実際そこさえ書けばね、わかるんだよな。もうちょいなんかあるやろ、うん、まあ作戦行動中ということで、進路オールグリーン N2 バクライ準備できます。はい、3、2、1終了。ピノブレ、はい、もうちょい頑張ってほしかった。これは何ですか。あ、これはあの人間の時のサキエルという人です。はい。何々という人ですみたいなノリで人ですって言いましたね。面白かったので満点。はい。うるん、マッチン。はい。ブチブチブラブラ。しかしこれは酒です。論外。はい、酒です、はい、エヴァンゲリオンのうん、インストゥメンタリーでは酒です。ジャパニーズプリーズ。はい、日本語です。本当に頑張っていますね、ロマジンさん。はい、彼はここか、酒です。なるほど、ここか、どっから出てきたんだ、はい、ここか、ブレンドここかです。なるほどね、はい、まあ、確かにね、エヴァンゲリオンのお酒ってあったりするんで、ジェネリック正解ではないでしょうか。正解じゃないな、ダメです。サキエル、ちなみにこんな感じ。
完成です。ペノグリフィン文句言った割には自分もそんなにかけてないんですけど、バンゲリオン思い起こせば第1話でいきなり主人公が死ぬという衝撃的な展開とともに、エヴァンゲリオンについて語り出すと長くなりますのでこの辺にしときますが、劇場公開待ってます。イオリの監督、アンの監督だと間違えた。私はエヴァンゲリオンが好きなので、今日はちゃんと頑張りました。I'm a bit of a fan of Evangelion, so I tried my best today. Ooh, no! エヴァンゲリオンの、めっちゃめっちゃ好き。日本人のエヴァンゲリオンは、天才です。Good job.Welcome to Dorsta. Today we're talking about the American side of VR chat with Jailbait, the Romantine, and me. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.